T 先輩です。ノクターン。ジェイコだよ、ノクターン。3回目のジャーニーです。J さんの旅行、というか冒険だね。さてさて、今回は何が待ってるかな。ここを脱出する前に、ここは埋めておきますか。あれ、そっちって。はい。この数十センチしか入れません。まさに不可侵。そのせいでちゃんと入った時にエリア名が出ないのよね。ちょっと気持ちが悪いんですよね。悪魔城最上階なんかもそうだったりしますけど。まあ仕方ないか。ここはさすがに覚えてました。あったね。アイテムはないけど。そこは安定。さてだいぶ場面は飛びましたが、最初の方に戻ってまいりました。この曲を聴くとやっぱりテンション上がるね。いいですね。ということで舞踏館です。そろそろ行けるんじゃないかな。そんなに変わったの？思った以上に強化されている気がして。ほら、もう約100ダメージを出せるし。ほんとだね。ボスを数体倒しただけだけどな。見えない数値がかなり上がっているのでしょう。ステータスが見れないのがもどかしいね。でも前は81とかだったブルガーへのダメージが、見事に100を超えてますね。ちゃんと上がっているんだね。ここのワープも忘れずに解放して。これでよし。この右にセーブです。大丈夫そうと思っても一応セーブはしておきますか。結局そのままボスになったりするからね。ああ、確かに強くなってるね。でしょ、目に見えて強くなってます。いつの間に、という感じですけども。でも受けるダメージもそんなじゃないし。打たれ強くもなってますね。なんでよ。どうもユリウスの場合うまく乗れないな。場所が違うんじゃなくて。ソーマだと乗れたと思う場所なんだけどな。下からの突き上げで攻撃できたんだけどうまくできないな。壁越しに。はい、たまたまだったのかもしれません。オッケー。ユリウスの足が速すぎるのか。下に落ちずに渡ってしまうな。すごいね。なんで？なんかかわいそうになって。もしかしてあいつらに人形にされてたのかと思うと。でも人形だし。まあそうなんですけど。このソルジャーがまだ強いな。なんか今回サクサク進むね。気づきました。いつの間にか強くなってるし、この辺は大丈夫かと思ったので少しスピードアップしてます。意識して進めてたのね。はい、なるべくサクサク行こうと。マップ埋めは作業になりますからね。こんな感じでここはサササッと。いいね。うん、やはりこの辺だと清水がいいですね。地面にいるゆっくりした動きの敵には相性がいいね。
素早く動く敵でも、足止めになるので便利です。飲み男くらいならバリアになるか。そういうこと。それじゃサクッとボス戦です。後に雑魚として出てきますからね。ここで慣れておきたいところです。斧は強いけど一回しか当たらないのは残念だね。これだけの巨体ですから2回くらいは当たってほしいですね。守れなかったか。あ、そうだ。ツチノコ。倒しておきたいですね。2回目で出てた。ソウルが出ないのが残念。まあ出たところで買い物はできませんけども。ということで広い部屋の一マス空いてたところは、録画外で埋めておきました。実は気になってたんだ。さあ、今度はこの上に行きますよ。今度は行くのね。ちょ。ああ、出ちゃうし。何やってんの？めっちゃ出花をくじかれた。大丈夫かしら。ここから上ですね。時計塔はやはり難しいエリアですから、無理に敵を倒していこうと思わずに、なるべくささっと通り抜けたい。ちょっと。歯車に翻弄されてる。地味にぶつかってしまう横向きの歯車が邪魔なんですよ。あれがあるだけでだいぶ違います。はい、ジャンプが止められてしまうのね。はい。確かこの右上の方にセーブがあったよな。ここはセーブだね。ですね。オッケー。あ、そうだ。ここの左の壁は壊せるんだ。よく覚えてたじゃない。こういう時こそナイフが欲しいけど、こんな方法でもいけるか。なかなかやるねー。ただ、左の足場からムチを垂らせば届くんじゃない。な、そういうのは気づいても言っちゃダメです。なんかごめんね。なに？動揺しすぎだから。もう？落ち着いて落ち着いて。せっかくセーブしたのにめっちゃ食らってる。これだよ。天井のトゲはいやらしいな。はい、ジャンプ取得後こそ困る穴だね。やばいな、ここ。構造も似てるしね。ふう、ようやく抜けた。この上に行けばセーブです。グレートアーマーのところか。ボスとして戦ったばかりなのにすぐ出てくるじゃないか。前回戦ったばかりだね。今度は遠慮なくこれを使わせてもらうぞ。セーブが近いと無駄打ちもできるから楽だね。オッケー。探索を続けようかと思ったけど、ここはボスを倒してしまいましょうか。でもここって。はい、死神です。実は熱い組み合わせですよね。あ、そうだ。コカマの対処がユリウスだと難しいんだ。そこはガチで避けないとね。あと一発だったのに。悪くないけどやっぱり MP 効率は悪いね。これを投げてた方がいいですね。あ、そうか。
ふう、死神が簡単に倒せるのなら、この先も大丈夫そうですね。あ。やっぱり何もない。これだけが残念。まあ仕方ないけど。よし、じゃあ今回はここまでにしておこうかな。次回からもお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。